え、10万って。はい、10万負けるやだね。やるね。なんでそんなことすんの？そう。うん、なんか、企画だったんで。お前、企画が、でも結構焦んない、10万円って。でも、まあ、夢に出てきました。外れたんで。うん。結局。でも、それ1日だけでした、言ってんの。え？心が痛んだのは彼女1日だけ。1日だけ？結局。忘れちゃうんだ。うん。もう減ればね。あ、ケロッとしてる、ね。そのプライベートでの競馬は、どのぐらい、どう、まあ、行ってはしないでしょ、もちろん。しないです、しないです、しないです。何点かで、三連単とかで。うん、すごいね。気持ちわかるよ。俺はもう昔給料制、給料制してないや。手渡し、給料。はい。人力車って、給料手渡しなの。へ、う、ぇ、ん、昔の方が振り込みじゃなくて。そうそう。それでね、6万円もらったの。給料全、そうそう。月給が月給が。それは二人でね。うん、しかも二人一緒に、そう。後でそれを、おぎなって言って。おぎはぎで6万。そう。一つの封筒よ。そうそうで、3万3万開けて、さ、そっから。そう。だけど、俺はそれ、最初事務所取りに行ったら、その、6万円もらえるじゃん。うん。まあ、そりゃそうですね、代表ですから。俺、家賃が6万だったの。そう、6万の家賃。3万じゃ無理じゃん。そう。だから、小木の部分も使って、パチンコやって全部負けちゃった。小木負けちゃったよ、つったら、いいんだよ、つって。最初がない。最初がない。負けちゃったのー、つって。クズばっかじゃないですか。クズよ、それ。そうなんだ。うん、気持ちわかる。よし。よ。じゃあちょっと、曲紹介。はい。よろしいでしょうか。はい。それでは聴いてください。カリスマ .com で、こんがらガール。さあ、というわけで今夜は、二人にですね、リスナーの不平不満ラップにしてもらうんですけども。はい。最近なんか不平不満ありました？不平不満、あ、会社での出来事が私は多いです。あ、うん、そう、なんかいろいろありそうだね、うん、仕事をしてるとね。でもこれ言うと誰だかすぐ分かっちゃうあ、誰のこと言ってるか大体分かっちゃうね。そうですね。じゃあ言わない方がいいですね。ゴンチさんは何かあります？不平不満。私はですね、あんまりないですね。あ、ないんだ、はい、意外と。意外とない。お前なんだもん。言わないタイプ、うん。そうですね。電車で押されたぐらいです。そういう。それだけですか、最近か。最近電車で押されたんだよね。バンって。バンって。バンって押されたの。そうです。それはあったの？どけよみたいな。で、まあ、リュック背負ってたっていうのもあるんですけど。リュックはまさか背中に？背中に。あ、それ。それだな。リュックとか荷物、そう。すごいの来てるよ。うん、それ先週、はい、あったの。そのメールが。そう。これ。ちょっと紹介するね。はい。ラジオネームディープ赤町。僕は電車でのマナーに腹が立ちます、はい、携帯電話で平気で話す人や普通に大きい声で話す人がいるし、匂いのするご飯を食べたり、満員電車でリュックを下ろさなかったり、満員電車でつり革を使わずゲームに夢中だったり、うん、ああ想像するだけで腹が立ちます、うん、このリュックはね、腹が立つって話になったのよ、うん、だから押された。私かもしれない。ディープさん、それ私かもしれない。ディープさんにされた。そうだよ。だってリュックってさ、あのない経験、そのコンビニとかで、例えば立ち読みしてて、はい、リュック背負ってるやつがさ、はい、それ狭いとこ通るとき、はい、あいつらリュックのことを忘れてて、当ててくるじゃん。リュックの分かってない。で、あの押された時のこの、ちょうどあの強さ。あの嫌な感じで腹立ってたな。それどうだろう。そうです。何入れてるの？気づいてないんですよ。で、結構荷物入れちゃうでしょ、そのリュックってね。パンパンなんだよね。ここのね、幅がね。そうそうそう。その幅を全然考えないんだから。これ。ゴンチちゃんも。すいません。これダメです。そうだよ。リュックね、入れすぎちゃう。あれ腹立つわ、あれ。じゃあこれラップにしてもらおう。はい。ね。これを。これ、カリスマ、ドットコムが、うん。あ、いけんの？リュック背負ってた人間が。いつか、私がやってくれる。はい、ちゃんがやってくれるから。ええーね、できるんですか、すぐ。お願いします。まだしてない。いやいや。さあ、電車の話でディスらないと。ああ入り口付近で陣取るあいつ、背中がズバンと飛び出すサイズ、何が何でも動かないとしようと踏ん張るやつディスらないと、そういうの大抵ババアが多い、空席めがけて我先突進、自分のことだけスマホ結局こっそりポッケにゴミ入れてやろうか。すげえねえ、かっこいい。
いなぁ。こっそりポッケにゴミ入れてやろうか。ババアが多いやっぱね。そう、ババア。ババアって言うの？ババア。同い年だけど。ね。ババ完全ババアだ。ディスられたね。ディスられた。ずうずうしいんですよ。ずうずうしいな。そうそうそう。ゴンちゃんがゴンちゃんがずうしいじゃなくて。ダメよ、だからこれからリュックは。リュックはね、前リュックはもう、下ろすか前ね。前にする。あ、前ですね。そう。今、前にしてる人いる？両面のやついません。両面。ラーメンとか乗ってて、外国人の旅行者いらっしゃいます。いる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 。もう僕は暴走から暴走してるで。いるいる。うん。それダメですよっていうね。いいな。かっこいいなやっぱ。なんだよプロだわ。俺もちょっと教えてほしいんですけど、ラップのテクニック。どうやってやるの？いやもう先ほど外で聞かせていただいたんですけど、もう十分だと。いやいや十分なわけないじゃん。これも過去から終わった。ああ、もう。過酷ラップをやってよ。ビートボックスかなと思った。あ、なるほど。ビートボックス。ビートボックスだよ、そうだよ。俺はビートボックス。初耳の顔してる。これちょっとやってみよう。なんだっけ、これ。電車。電車。電車。うん。よ、じゃあ。よ、チェックだ。おう。よ、僕は、うん。で、で、あ、おい。おい。ドンやないです。山下清志ラップですよね。僕はじゃない。全然できないじゃん。なんか出てこないんだね、これね。うん。言ってる時の、に、なんで先の言葉が出てくるんだろう。ね。先の踏み方とかさ、韻の踏み方を教えてほしいの、俺は。韻のこと考えたら全くもう、次進みたくないの、もう。進めないの。それは練習があんの？練習はでもしないとあれですよね。どういう練習なの？口回らないし。はぁ。でも、韻のことは頭じゃん、もう。口まん前に。そうなの？でもなんか、韻は私は最終的に踏まなくてもいいかなと思って。あ、韻だ。なんか面白かったらいいんだって、ちょっと今。うっかりパターン、ラッキーパターン。うっかり大事あるな方よ、今のは。ラッキー韻？ラッキー韻の方よ。何？でも、さ、あの人いいんじゃん。誰？ネズッチ。あー、ネズッチね。ネズッチとかってさ、この、かけて。かけてる。あ、じゃあ強いですよ、絶対。でしょ？あれ、あの脳でしょ？多分。で、うまいこと言ったらいいんですかね。うまいことができるんだよなぁ。うまいこと言ってましたよ。うん。どこじゃあ、すぐに練習だね。携帯電話。携帯電話、携帯電話持ってるやつ au とか。普通の後。あ、でもうまい。au。うまいです。au と au がかかってる。au だよ。え ?au? そういうこと？いや、au。違うの？そうですよ。そういうこと？そういうことでしょ？ただ、携帯電話を持ってるやつは別に au じゃないけどね。ただ、au とかかってる。au とかかってる。そういうことじゃないですか？うまいこと言ったでしょ？うまいこと言ってたよ。でも、au ではないけど。うん。うん。携帯電話。au、例えば au だったらそれに対して、au、インフン、au、うん、ど、au、ど、どういう、こう、ちょっと、もう、やばい、気をつけてください。危ないっすね。なんかやばいですね。そうでしょ？ずっと出ないの？そう、出ないから進めないんだよ、先に。au ってなったらもうすぐにそれにつながる。でもその au が au だったら、私の携帯 au 持ってるから au みたいな。そうそう。二回そう。二回やんなきゃいけないんだ。ああ、二回やダメそれ、急に。ね。直で言っちゃダメなの。ね。その二回言うのは時間稼ぎ的なものなの。次の考えるまでの。ああ。うん。それもあるんじゃないですか。それもあるんだよね、多分ね。でも大体一個言ったら。いいの？三つぐらい言った方がいい？言ったらすごいけど。俺の好きな調味料は醤油。おお。いける？ああ、いいじゃん。醤油いける？醤油を君にあげよう。to you。for 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 you。うん。そして。俺は欲しい。